ジェラルドルドルフ・ジェリー・フォード・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、会議員、第40代副大統領、第38代大統領を歴任した、共和党員、再婚した実母の連れ子として改名するまでの名は、レズリー・リー・リンチ・キング・ジュニア。1973年にスピロ・アグニューが、副大統領を辞任した後、大統領指名と上下両院の承認を得て、副大統領に就任した。これは、 史上初のケースである。さらに、翌1974年には、リチャード・ニクソンの大統領辞任を受けて大統領に昇格した。現職として戦った1976年の大統領選挙には敗れているので、2020年現在、合衆国大統領選挙に勝利して選出されたことのない唯一のアメリカ合衆国大統領である。レズリー・リンチ・キングとドロシー・エア・ガードナーの夫妻の 子供として、ネブラスカ州オマハで生まれた。フォードの当初の名前は、レズリー・リンチ・キング・ジュニアであった。彼が生まれた頃から、父、レズリー・キングは、母ドロシーに暴力を振るうようになり、耐えられなくなった彼女は実家へ逃げるように去った。これだけでも当時の女性としては、異例の行動であったが、彼女はさらに夫を訴えた。オマハの裁判所はキングに、有罪判決を言い渡した。 彼が生まれて2年後、両親の離婚が成立し、その後母親は、ジェラルド・フォードと再婚した。フォードはその後に、ジェラルド・ルドルフ・フォード・ジュニアと改名された。フォードは、ミシガン州で成長し、ミシガン大学に入学した。大学では、フットボール部に所属し、全米代表に選出されるほどの名選手であった。一方で、苦学生であった、彼は、学費を稼ぐために、 複数のアルバイトをしていた。フォードは大学卒業後、NFL のグリーンベイパッカーズやデトロイトライオンズから誘いを受けたが、イエール大学のロースクールに入学し、弁護士資格を取得している。日本海軍による真珠湾攻撃により、アメリカが第二次世界大戦に参戦してから5ヶ月後の1942年4月に、フォードは予備役将尉として海軍に入隊した。 アナポリス海軍兵学校でのオリエンテーションプログラムの後にフォードはノースカロライナ州チャペルヒルの海軍飛行学校で運動教官になった。1943年春にフォードは軽空母モンテレーに着任した。フォードは最初に運動管理官及び法術士官として配属された。その後補助ナビゲーターとしてトラック、サイパン及びフィリピンを含む太平洋で ほとんどの作戦に参加した。フォードがその任務で最も死の危険に近づいたのは1944年12月のフィリピン海で、それは敵である日本海軍によるものではなく巨大な台風によるものだった。モンテレーは嵐と火災による破損で任務を解かれ、フォードは戦争の残りを陸上任務で過ごし、戦争終結後の1946年2月に少座として除隊された。 フォードは1949年から1973年まで24年間会員議員で、1965年には会員の院内総務になった。前年の1964年の選挙で共和党は会員での議席を減らした。当時の院内総務はインディアナ州選出の長老チャールズ・ハレック、会員議員であった。フォードは党の若返りを図ろうとするチャールズ・グッテル会員,議員。 ドナルド・ラムズフェルド会議員ら若手のリーダー格であり、彼らに押され、院内総務選挙に挑戦、勝利した。会員時代に、フォードは、ジョン・カイ・ケネディ大統領の暗殺原因を、調査、また関する噂を抑えるために設立された、特別対策本部、ウォーレン委員会のメンバーに選ばれた。委員会は、リー・ハーベイ・オズワルドが単独で暗殺を実行したと、結論を下した。また、 フォードは1964年のジョンソン政権下で成立した公民権法及び1965年の投票権法の成立に大きな役割を果たした。公民権問題に関してはジョンソン政権に協力する一方、大統領の偉大な社会計画の大半には下院共和党のリーダーとして反対の先頭に立った。フォードは共和党の上院員内総務であるエバレット・ダークセン。 上院議員とともにテレビに定期的に出演し、ジョンソン政権の政策に代わる共和党の政策をアピールした。この番組は大きな反響を呼んだ。1973年、州知事時代の収賄罪が確定したことを受けて、スピロアグニュー副大統領が辞職すると、同年10月10日に、ニクソン大統領は報道副大統領に指名した。その後、 上下両院の承認を受けて、フォードは第40代副大統領に就任した。これは、ケネディ大統領暗殺を契機に1967年に制定された合衆国憲法修正第25条が適用された初めてのケースとなった。大統領としてのポートレートも卓東とフォードと、キッシンジャー国務長官ブレジネフとウラジオストクで会談を行うフォードソルト愛に調印するフォードと、 ブレジネフ初訪米した昭和天皇皇順皇后夫妻をエスコートするフォード夫妻、ホワイトハウスのスタッフと左からギック・チェーニー大統領主席補佐官、ドナルド・ラムズフェルド国防長官ニクソンがウォーターゲート事件の結果辞職するとフォードは大統領に昇格、私たちの長い悪夢は終わったという有名な言葉を残した。しかしその1ヶ月後、フォードはニクソンが犯した。 または犯した可能性があるすべての犯罪行為に対し全面的な大統領特別恩赦を与えると発表した。歴史家はこの恩赦が1976年の大統領選挙での敗北につながったと見ている。政治評論家は1976年秋10月6日の2回目の TV 討論での出現が大統領選の敗北につながったと見ており、世論調査専門家のジョージ・ギャラップは 選挙戦の決定的瞬間と述べた。ウォーターゲート事件の影響で、1974年の中間選挙では、民主党が上下両院で大幅に議席を増やし、立法府と行政府のねじれが生じた。フォードは民主党多数議会が可決した多くの法案に拒否権を行使して争った。フォードは、さらにマヤグエース号事件で外交危機に直面した。 1975年5月に、クメールルージュがカンボジアで政権を取った直後、カンボジア領海でクメールルージュ軍がアメリカ国商船マヤグエース号を打破した。フォードは乗組員救出のために海兵隊を派遣したが、救助の海兵隊員は誤った島に上陸して抵抗を受け、18名の隊員の命が失われた。1975年9月5日、 カリフォルニア州サクラメントでアナーキスト、チャールズ・マンソンの信奉者、リネットスキー・キー・フロムがフォードに銃を向けたが、シークレットサービスによって暗殺は防がれた。その17日後の9月22日に、サラ・ジェーン・ムーアがサンフランシスコでフォードに発砲したが、銃撃はオリバー・シップルによって防がれた。また、1974年11月18日に、 現職のアメリカ大統領として初めて日本を公式訪問し昭和天皇と会見した。また1975年には天皇として初訪米した昭和天皇を迎えている。なお、ニックソン前政権と同様に1975年に中華人民共和国を訪問して毛沢東と会見し、引き続き中国との関係正常化にも努めた。 政治家としてのフォードは精錬気隔白で、個人的にも素朴で誠実な人柄であった。自分を表して、私はフォードであって、リンカーンではないとも語っている。そうした彼の姿は、大統領としての能力はともかく、ウォーターゲート事件で失墜した、ホワイトハウスへの信頼の回復には大きく役立った。しかし、学生時代に、フットボールに打ち込んだように運動神経が低かった。 わけではないにもかかわらず、運動神経が悪い、不器用な大統領として揶揄された。実際に、フォードは階段でつまずいたり、エアフォースワンの入り口で頭をぶつけたり、タラップを滑り落ちるなど、ちょっとしたアクシデントが不幸にもメディアに撮影されて、話題となった。これを、サタゲーナイトライブのチェビーチェイスが、落ちたり何かを壊したりせずには一歩も進むことが、 できない人としてしきりとコントで取り上げたので、これがフォードのイメージとして定着した。また、リンドン B ・ジョンソン第36代合衆国大統領からは、ヘルメットをつけずにフットボールをやりすぎた男と揶揄されたこともあった。フォード個人を知る者たちは、フォードはそれほど不器用な人間ではないとして、こうしたステレオタイプを非難した。ある意味、 戦時以上に難しい国家運営を求められた時期にあって、フォード政権の支持率は決して高くなかったものの、フォードを下して1977年に大統領に就任したジミー・カーター、また2006年にフォードの不法に接したジョージ・ H.W. ブッシュはいずれも失墜した大統領職の権威回復に尽力したフォードの功績を称賛している。 フォードが大統領時代に発作官として起用したラムズフェルドと、チェーニーは少なからずフォード、キッシンジャーと対立したが、ブッシュ政権において、国防長官、副大統領という要職を占め、リベラル派の定義するところのネオコンパとなり、イラク戦争を主導した。しかしフォードは、対イラク海戦直後、戦争の正当性を否定するとともに、大きな過ちを犯した素晴らしい部下だったが、 好戦的になったと両者を厳しく批判するコメントを発していたことが死後明らかにされた。歴代大統領と共に左からフォード、リチャード・ニクソン、ジョージ・ H.W. ブッシュ、ロナルド・レーガン、ジミー・カーター・フォードのニクソンに対する恩赦とオイルショックやベトナム戦争終結後の不況による持続的な経済問題が1976年の 大統領選挙においてフォードと共和党が代償を支払う原因になったと考えられている。さらにフォードの選挙戦活動は、その年のロナルド・レーガンの共和党内使命に対する強い挑戦によって妨げられた。フォードは選挙戦中に、東ヨーロッパはソビエトの占領下にないという趣旨の発言をし、第二次世界大戦後から続く冷戦下で、ソビエト連邦の過酷な軍事支配にあえぐ東。 ヨーロッパ諸国を有料している多くの保守派だけでなく、穏健派からの反発を招くなど、大きな失策となった。さらに、副大統領候補だったボブドールが、今世紀に起こった戦争はすべて民主党が起こしたと発言したことも、民主党を刺激しただけでなく、無党派層にもマイナスに作用した。このようなマイナス要素があったにもかかわらず、勝利収数では、 フォード27州対カーター23州と民主党候補のジミー・カーターを上回った上に代表伝のカリフォルニア州やイリノイ州を抑えることに成功した。さらに、得票率がフォード48.0%対カーター50.1%とわずか2%以内に収まるという僅差になったが、いずれにしても最終的にはカーターに敗れ、政権を民主党に奪われる結果となった。 1980年の大統領選挙では、共和党全国大会においてフォードは、大統領候補のロナルド・レーガンの下の、副大統領候補として指名されることになっていた。しかし、フォード側が、大統領権限の分担、つまり、実質的な共同大統領とすることを要求したため、副大統領候補の指名決定日にレーガンは、考えを変更し、 後に大統領となったジョージ HW ブッシュを選んだ。ジェラルド・アール・フォード・フォードは、ウォーターゲート事件後の国家再建努力で、1999年にビル・クリントン大統領によって自由勲章を与えられた。ミシガン州グランド・ラピッツのジェラルド・アール・フォード国際空港はフォードにちなんで命名された。また合衆国海軍は、2016年頃に収益を予定している。 次世代型原子力空母、ジェラルド・アール・フォード急航空母艦の一番艦に、ジェラルド・アール・フォードの名を冠することを決定した。フォードの功績の記録や、個人的資料を集めた、大統領図書館が、アナーバーに、大統領博物館がグランド・ラピッツにある。フォードは2006年11月12日に、レーガンの93歳1020日の記録を抜き、アメリカ合衆国大統領経験者としては、 当時歴代最長寿となり、2006年12月26日に死去したため、記録は93歳165日となった。その後、2017年11月25日に歴代最長寿記録をジョージ・ H.W. ブッシュに抜かれ、2018年3月16日にはジミー・カーターもフォードの没年齢を超えたため、2018年3月時点では3番目に、 高齢の大統領経験者となる。2007年1月2日に、ワシントン大聖堂で国葬が行われた。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領、ビル・クリントン前大統領、ジョージ・ H ・ W ・ブッシュ元大統領、ジミー・カーター元大統領などが参列した。1月3日、故郷グランド・ラピッツのフォード大統領博物館に埋葬された。1948年にベティ・ブルーマーと結婚し、 三男一女を設けた。三男のスティーブン・フォードは俳優でスターシップ・トゥルーパーズやブラック・ホーク・ダウンなどに脇役として出演している。長女のスーザンはフォトジャーナリストであるフォーマープレジデントジェラルド・フォード・ダイズ。 CBS ニュースインタラクティブ http コロンスラッシュスラッシュ cbs2.com スラッシュポリティックススラッシュ politic snationalstory2 億2719万 5601html2006 年12月26日閲覧ウィリアム・ハルゼー第3艦隊司令長官参照 f、e、o r d v i s i t s c h i n a 1975 y e a r i n r e v i e w d a s u d i o u pi com 映像、youtube アクセスト25メイ2019 20世紀を伝えた男クロンカイトの世界ウォルタークロンカイト著 tbs ブリタニカ1999年 p302 ありがとうございます